ボルムスのマハゾールに載せられた、コルニドレイコルニドレイは、読むキプルの開始に、シナゴーグで唱えられる。ユダヤ教の食材の祈りの文句。通常は、アラム語で唱えられる。読むキプルにおいて、最も人気のある儀礼である。特にアシケナジムでは、節をつけて歌われる習慣があり、その旋律はよく知られる。コルニドレイとは、アラム語で、すべての誓いは、お意味し、 最初の二号を取ったものである。一年の間に個人がうっかり、軽率に、あるいは無意識に行った誓いが無効になることを宣言する内容を持つ。ユダヤ教では神に誓いを立てて果たさない場合には、罪とされる。コルニドレーはこの罪を犯してしまうことを防ぐための、ものである。コルニドレーは、読むキプルの前夜の日没前から唱えられ、日没まで唱え続けられる。 三回繰り返して唱える習慣がある。ユダヤ歴の最も神聖な日であるヨム。読むキプルの開始を告げる文言であるため、これに奴隷には強い宗教的な感情が伴う。文言が唱えられる間、聖紀が開けられて二巻のトーラーが取り出され、その各々は、ハッザーンの両側に立つ二人が手に持つ。これに奴隷がいつどこで始まったかは明らかでない。年に、 ヨーゼフ・ブロッフは、7世紀スペインの西豪都王国で、キリスト教徒がユダヤ教徒を強制的に改収させたり、ビサンチン帝国におけるユダヤ教徒の迫害、スペインイターン神門といった強制的な改収に対する反応として、コルニドレイが生まれたという理論を提唱したが、この説は立証されていない。コルニドレーに関して、最初に言及した文献は8世紀初めのバビロニアの、 ゲオニームによるものである。ゲオニームは長年にわたって、これに奴隷を批判したが、10世紀頃のハイガオンの時代のプンベディタでは、一般的に受容されるようになり、前年のヨムキプルからの1年間の神に対する、誓いを守ることができない罪の免除を祈るものとされた。これに対して12世紀、フランス及びドイツのトサフィストは、文言を変え、 現在から翌年の読むキプルまでの未来の誓いの免除を祈るものとした。ゲオニーム版のコルニドレイはヘブライ語で唱えられ、ルーマニアとイタリアで採用されている。これに対してトサフィスト版のコルニドレイはアラム語で唱えられ、アシケナジムの標準になっているほか、オリエントのセファルディムやイエメンユダヤ人などに採用されている。アラム語の文言はラベエルタムによって制定された。 セファルディムやイスラエルの大部分では、両方の番をつなげて用いる。反ユダヤ主義者はしばしばこれに奴隷を、ユダヤ教徒にとって、誓いが無意味であり、信頼できないことの根拠として用いる。これに対して、ユダヤ教徒は、免除される誓いは、個人と神の間のものだけであり、他人の利害とは関係しないこと、誓いが免除されるためには厳格なユダヤ法の規定が、 あることを挙げて反論する。ユダヤ教内部でも、ゲオニーム、リショニーム、アハロニームの時代を通じて、ラビたちは反対してきた。改革派は1844年に、ドイツのブラウンシュバイクのラビ会議において、コルニドレーを排除するべきだとした。また文言を、紙編103番107番に置き換えることもなされた。しかし現代では再びコルニドレーが復活する、傾向にある。 アシケナジムでは、ミシナイと呼ばれる、低旋律に由来する旋律をつけて歌われる。イーデルゾーンによると、この旋律は16世紀初めのものとされる。現存する最古の楽譜は1765年頃の、ものである。セファルディムの場合は、ハッザーンの後をついて、回収全員によって唱えられるが、セファルディム全体で統一された旋律があるわけではなく、旋律がない場合もある。 この旋律は1880年にマックス・ブルフフによって作曲されたチェロと還元楽のためのコルニドライの素材として使われた。ブルフ本人はユダヤ教徒ではなかったがリバプールのユダヤ人コミュニティからの依頼によってこの曲を作曲した。アルノルト・シェーンベルクは1938年に語り手、混声合詞賞還元楽のための これにレイ作品39を作曲した。同年10月4日に、ロサンゼルスで初演された。シェーンベルクは、誓いが無効にできるのは、倫理的に問題があると考え、ユダヤ教の信仰に反する、誓いのみが免除されるように文言が変えられている。基本的に調整的な作品であるが、ブルックの感傷的な音楽を批判したかったと、シェーンベルクは述べている。ありがとうございます。